F3 戦闘機開発が本格的に始動しています。そんな中、IHI 社製 XF9 エンジンの性能がすごいと、世界で注目の敵になっているという情報をキャッチしました。今回は、世界最高水準と言われる国産戦闘機用エンジン XF9 開発が意味するものについて見ていきます。高級車で有名なロールスロイス社でも、タービンブレードで問題が発生したため、IHI が解決したとか。自分の国土を自分で防衛するために不可欠なのは、航空優勢の確保と言われます。航空優勢とは、武力戦で、自分側の航空機が、敵の航空機やミサイルから妨害されることなく、有利な立場で諸作戦を実施できる状態のことを指すそうです。航空優勢を保っていれば、海上作戦、陸上作戦が効果的に遂行できるのです。世界の戦闘様相が変化し、世界各地でハイブリッド戦争、武力戦、非軍事的手段の戦争、サイバー戦、情報戦、電子戦などを組み合わせた戦争で、前線と後方の区別なく戦闘が進んでいく戦争が起きています。複雑な様相を呈してきたようですね、戦争というものは。しかし、ハイブリッド戦争が起きたとしても、武力戦がなくなるとは思えません。その武力戦で最も重要なことが航空優勢の確保なのです。航空優勢を確保するためには、優秀な戦闘機が必須です。そして、戦闘機開発で最も重要なものがエンジンです。世界で認められる強力なエンジンを備えた航空機開発は、単なる防衛力強化だけでなく、侵略しても勝ち目がないと相手国に悟らせることによって抑止力強化にもつながると考えられます。また、外国にこのエンジンを提供したり、共同開発することで防衛協力が進み、集団安全保障に一役買うことになるとされます。強力な戦闘機用エンジンの開発は、他の航空機用エンジン開発にも直接つながりますし、この技術は、その他の産業にも波及するでしょう。防衛装備庁航空装備研究所エンジン技術研究部の資料及び株式会社 IHI 航空宇宙防衛事業領域防衛システム事業部開発部の資料による戦闘機用エンジン XF9 のコンセプトを紹介します。1世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する。2、単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する。3、電動化する戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給する。続いて、XF9 の1代目である、XF9 エンジンとロシアの最新鋭戦闘機スホイ57用エンジン AL41F1、アメリカの F22 用エンジンプラット&フォイトニー F119、F35 用エンジンプラット&フォイトニー F135 を比べてみましょう。XF91 は、アフターバーナー付け。低バイパスヒターボファンエンジンです。特性は、最大推力 11000kgf、アフターバーニング 15000kgf、全長約 4.8 メートル、入り口直径約1メートル、不安は3段、圧縮機6段高圧、低圧タービン各1段、燃焼機出口最大温度は 1800°C となっています。小型車をスペース化したスタータジェネレータによって、180kW 級の大容量電力を供給。水力方向制御には、水力変更ノズル XVN31 を使用し、変更角度前周20度です。ロシアの最新鋭戦闘機スホイ57のエンジンは、アフターバーナーと水力方向制御 TVC を備えた二軸ターボジェットです。その特性は最大水力 2×9500kgf、アフターバーニングは 2×15000kgf、重量 1608kg、長さ 4.99 メートル、直径118センチ、水力方向制御で、最大変更角度は20度となっています。アメリカの超音速巡航戦新戦術戦闘機 F22 のエンジンは、プラット&フォイトニー社のアフターバーナー付き二軸ターボファンエンジンです。特性は、最大推力 11800kgf、アフターバーニング 15900kgf、重量 1800kg です。長さ 5.16 メートル、直径120センチ、
燃焼器出口最高温度は1649°C で、水力方向制御で二次元水力変更ノズルを備えています。F35 のエンジンをプラット&ホイトニー社のアフターバーナー付き二軸ターボファンエンジンで、特性は最大水力 13,000kgf、アフターバーニング 19.50kgf、重量 1701kg、長さ 5.59m、直径最大 117cm で燃焼器出口最高温度は 1980°C ということです。XF9 エンジンのメリットを説明します。大水力化とスリム化の両立を果たしたのです。水力は噴射ガスの量と速度に依存。ガスタービンエンジンは取り入れた空気を圧縮し、燃料を加えて発火し膨張させ、出口から噴射することで水力を得ることになります。空気と燃焼ガスの混合気体の容積は燃焼温度が高いほど大きくなり、噴射速度も上がるので、噴射するガス、つまりガスタービンエンジンの出口温度が高いほど、混合気体が膨張するので水力は上がるわけですね。XF9 は燃焼安定性を確保しつつ、燃焼器出口温度を均一化して、局所的な温度上昇を抑え、冷却用空気を減らして、必要な水力を得ています。燃焼器出口温度の高温化への対応として、このエンジンは、レニウムやルテニウムの添加量を増加させて耐熱性を高めているそうです。また、ニッケル元の第5世代単結晶合金を使用、燃焼器出口温度 1800°C という高温化を達成。一方、入れ口温度の高温化には、冷却空気が大量に必要なので、二重壁構造や噴流冷却など複数の冷却機構を組み合わせた先進冷却ライナーを使用し、冷却空気の混合によって増えてしまう損失の低減が図られたそうです。タービンディスクには、単造性と耐熱性を兼ね備えたニッケルコバルト元の国産の溶性単造ディスク材を適用。このディスク材の単造には5万トンプレス機が使用され、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料によるエンジンの軽量化を実現しました。鉄の融点が 1538°C であることを考えると、このエンジンは鉄をも溶かす高温下で作動していることになります。しかも、燃焼器出口で混合気体の噴射方向を変えるための水力変更ノズルも完成しています。現在の航空船で、ステルス化は絶対条件と言えましょう。そのため、このエンジンは機体に内装され、空気取り込みダクトは、エンジンの電波反射を遮蔽できるよう曲げられ、かつ長い状態で内装されるそうです。燃料タンクや各種兵器の容積を勘案すると、エンジンのスリム化も絶対条件となります。スリム化したエンジンを搭載することで、戦闘機設計は自由度が増すと言えましょう。このエンジンは、スターターゼネレータにより、180kW 級の電力が供給可能です。現代の戦闘機では、C4I スター、つまり、通信、指揮、統制、情報、総合運用性、監視、偵察、目標補足に必要な機材が高性能かつ大規模化しているので、必要な電力が増大しているのです。さらに、レーザー兵器の搭載まで考えると、大容量電力の供給が、戦闘機にとっては必須事項となるのは言うまでもありません。日本は、航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機 FX の開発を進めています。イギリスは、現在、2030年代収益を目指す将来航空戦闘システム FCAS と、その中核戦闘機テンペストを開発しています。2021年7月20日、岸防衛大臣とイギリスのウォレス国防大臣との間で防衛省会談が行われました。エンジンシステムに重点を置きつつ、次期戦闘機 FX、FCAS にかかるサブシステムレベルでの協力を追求するため、議論を加速していくことで一致したそうです。また、日本とイギリス間で同意された場合、このエンジンシステムにかかる協力を実施するために必要な2国間の取り決めを作成するため、より一層努力することにも合意したそうです。日本は、世界最高水準のエンジン XF9 を開発していますから、
テンペストのエンジン開発を担当しているロールスロイス社にとっては、XF91 の開発陣は、強力に値する相手ということでしょう。日本は、交渉の駒として、十分に XF9 が使えるわけです。世界でも、航空機エンジン開発の有力会社である、ロールスロイス社に、XF9 の開発ノウハウが認められれば、日本の航空機エンジンの開発力が世界で認知されることになるでしょうから。XF9 の部品が輸出できたら、量産化も可能ですし、コストも低減できるはずです。民生関連のガスタービンエンジンは、航空機だけでなく、非常用発電設備や大規模火力発電所での発電用ガスタービンとして使われています。XF9 エンジンの開発で培われた製造技術や素材は、民生品の開発にすぐに利用できると思われます。汎用性に期待が寄せられているということでしょうね。